はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はまあ言ってしまえばこのね子供からね栄光の足跡をもらって栄光の足跡をもらってさあ法廷に行こうっていうとこだね。で法廷でちょっとあったけど結局分からずじまいで、まあ、時間的に強制終了した。いやどこ、あれ行けちゃった。もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら第一スタジオに行くのは無理だったからだ。何？いやでもさ、もうこれがある時点で無理じゃん。ねえ、なるほど、気づいて。ね、2時半から15分休憩だったら第一スタジオに行けたとか言うけどさ、俺もう気づいてんの。2時15分からサルマゲトンが落ちてるって。ねえ、それとも弁護人は、コテージにいた人間が殺人現場に言ったというつもりか。ふむ、どうですか弁護人。なるほど、ここは大事なポイントよ。よく考えてね。いやまあ、いやでも無理じゃん。いやこれあったなら無理じゃん。ねえ、なるほど、教えて。え、無理じゃない、だって塞いでたんでしょ、だって。え、でもこれ無理って言ったらゲームオーバーなんのかな。え、でも話の流れ的にコッテージの人間が第一スタジオに行った可能性があるっていう体で話してるから、でもこれある限り無理じゃん。ねえ、なるほど。でもここで無理だっつったら意味ないもんな。主張するか。そうだね、ここでコテージの人間が無関係と認めてしまっては犯人は二ボスさんしかいなくなってしまう。被害者が�殺害された2時半、コテージでは休憩時間でした。15分も時間があれば犯行を済ませることは可能です。そういう考え方もできますね。よしよし、裁判長が考え込んでるぞ。ふんふんふん、毎度毎度笑わせてくれるな君は。なんだと。君もそれなりに調査はしているんだろう。法廷記録をよく見てみたまえ。法廷記録、いやそうって。なるほどなるほど、知ってる。サルマゲ君の首が道を塞いでいたんだから。あ、そういえば確かに被害者が死んだ時間コテージは休憩に入っていた。しかしスタジオへ通じる道は塞がっていたんだ。サルマゲ君の首によって。本当はサルマゲドンなんだけど、それにズッコミを入れる気にもならない。なれないな。は？あれ？事件当日第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件に関係ないことは明らかです。またはコントン様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることができない。あとはコントン様が犯人であるというその決定的な証拠があればそれで決まるのですが。裁判長、当然検察が用意している決定的な証人を。てかさ、これあれ負けイベント。これ負けイベントじゃないの。てか現地決定的な証人とはどういう。
彼はトンサマンが被害者を殺害した瞬間を目撃している。静粛に静粛に。わかりました。10分間の休憩を挟んでその証人に話を聞きましょう。それでは休憩に入ります。ちょっと負けイベじゃないこれ。てかねえ、でこれで話が進むってことは負けイベじゃん。千尋さんどうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。それだけでよくね。別にだってさ、まだスタッフとさおばちゃんがいるじゃん。別にコテージの人間は無関係でもいいじゃん。まあまあ殺した可能性もあるけどさ。ごめんね、なるほど君。どうやら私の見込み違いだったみたいで。そんな千尋さんが諦めちゃったら僕はもう。勘違い次第で私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は第一スタジオには行けなかった。私そこに何か秘密があると思っていたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。僕どうなっちゃうんでしょう。なんだかもう法廷中の人たちがお前がやったんだってそう言ってるような気がして。大丈夫です。あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから。あなたは恐縮です。さあ、なるほど君、頑張らないとね。殿様が大好きな子供たちのためにも。何その導入何その涙を流す導入。涙を流させるかのような子供たちのためって。では審理を再開しましょう。検察側としてはまだ幼く痛い気な小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。好きなこと言いやがって。しかしこうなっては致し方ない。証人として大滝九太少年を入廷させていただこう。かわいいかわいい。裁判長、とりあえず、間違えた危ない。裁判長、とりあえず証人に何か代を。そうですね。係官かな、これ、みかん箱。かわいい。では証人、名前と学年を。証人。なんだよ、ボタンだからって威張るなよな。ダメよ、キュータ君。ちゃんと質問には答える。あ、お姉ちゃん。僕、大竹キュータ、小学校2年生です。先が思いやられるな。鶴木健一。相手は子供なんですから、もっとこう優しくするように。証人。いやー、キュータ君。なんか痛々しいな。君はその事件のあった日、撮影所に行ったね。じゃあ悪いかよ。その時見たことをその我々に聞かせてほしいな。え、おじさんとそこの偉そうなヒゲのおじいさんに。お兄さんだ。ヒゲのおじさんです。ヒゲはいいんだな。ところで、法廷内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが。カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。子供と取引してしかも負けるなよ。このカメラこの間買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よくわかんないんだけどさ、最近はどこかへ行くときは絶対持っていくんだぜ。なるほど。あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法廷記録にファイルを作った方がいいわね。え、そこに。では、キュータ君、事件のあった日見たことを証言してもらいましょう。
意義ありっていうの、この子に。俺一度ドン様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。途中30分くらい道に迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たらトン様がいたんだ。俺嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ、トン様はもちろんその悪人を倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。結局スタジオには入れなくてその日は帰った。おもよキューター、いきなり矛盾してないかお前。では弁護人、尋問お願いしますが、相手は少年です。優しくするように。意義がありますかな。でもこれだってね、すでにもういつも持ち歩いてたっておかしくない。だってこれ揺さぶりしてあんのかな、この子。インターネット地図を見てあの撮影所に行ったんだ。これ聞いてみようか。道の外の林。うん、あの撮影所山を切り開いて作ったんだろ。だからちょっと道を外れるともう林になってるんだよ。ああ、でも林なんだあれ。なるほどね。それでさ、うん、まあまあまあ、あ、これ気になるね。林の中で迷ったの。そうだよ、もうどこに向かって歩いてるのかは分かんなくて、スタジオの青い扉が見えた時はほんと嬉しかったよ。それでさ、まあ、カメラじゃないかな。うん、スタジオの門のところにいたんだ。ちょっと門のところで何か考えていたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていったんだよ。ふん、それから。悪人ってどんなやつだった？人間だったよ。背が高くて痩せたやつ。男？女？わかんない。遠かったし。なんだよ、はっきりしないな。ダメ？ジロさん。まあ、これでしょうね。いや、まあ、これでしょうね、まあ。うん、これでしょう。ギーダ君、今の話ちょっとおかしいな。君さっきはいつでもカメラ、デジカメは持ち歩くって、はっきりそう言ってたじゃない。え？何その顔。すげえな。図形じゃん。図形で作ってんじゃん。ダメだよ、嘘ついちゃ。弁護人、ちょっといいですかな。しまった。きつく言いすぎたか。何ですか、デジカメって。デジタルカメラのことです。最近流行ってるカメラの一種です。説明のしようがない。なるほど。とにかく、キュータ君。君が撮影に行くとしたらカメラを忘れるはずがない。持っていたんだろ？弁護人。少年を脅すとは見下げ果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘はよくない。なんでそこに検事が出てくるのだ。どうなのかな、キュータ君。なんだよ。ああ、確かにカメラは持ってたよ。それが何だってんだよ。まあ確かに。じゃあそのカメラ使わなかったのかな。使うわけないよ。俺夢中で見てたから。ブー、絶対撮ってるわ。絶対写真撮ってる。でそれあるでしょ、この中に。あるんじゃないの。ではその見ていたことを証言してもらいましょうか。確かにカメラは持ってたけど、もう一瞬も目を離せなかったんだ。父様に悪人が襲いかかってさ、そして悪人は動かなくなったんだ。強いよな、やっぱり父様は。難しいな。あれ、もう終わりですか。随分あっさりした証言でしたね。では味も。どれだろう。
一回さ、一周してさ、ちょっと千尋さんと話すわ。なんか不正な感じがする。なるほど。それはあの子の証言に曖昧なところがあるからよ。そこをとことん探ってはっきりさせることね。曖昧なとこ。あー確かに曖昧っすね。確かに確かに。そこを聞いてみようか。悪人の方から襲いかかったんだね。そうだよ。どんなやつだった、その悪人って。さっき言わなかったけど人間だよ、人間。どんな格好をしてた。よく覚えてないや。俺父様しか見てなかったから。なるほど、それはどうなったかな。どうして。え、何がどうしてなんだよ。悪人はどうして動かなくなったのかな。そりゃ父様がやっつけたからだよ。だからどうやってやっつけたのかな。どうやってって、父様キックに父様パンチ、父様チョップに父様ミート、そんな感じかな。どうもこの辺りがすっきりしないんだよな。だよその目は。どうしよう。いやいやいや、千尋さんに言われましたから。キュータ君。なんだよ。君は最初にこう言ったね。殿様から一瞬も目を離せなかったって。それが何だってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだい。少年はきちんと証言を。きちんと証言しないことはあなたにもわかるでしょう。わかってるでしょう。殺人犯を通殿様ビンタはしない。つまりヒュータ君は殿様の戦いの一番重要なところ、敵にとどめを刺すところを見ていないのです。確かに。そっかそっか。セシクリセシクリペコリン。しかしそれは大変おかしなことです。その理由はあなたは説明できますか。え、それはちょっと。アロド君、あなたは今とてもいい線を言っているわ。なぜキュータ君は戦いのクライマックスを見てないか、その理由もわかるはずよ、あなたなら。エゴに答えてもらいましょう。それきつい。父様の大半である少年がなぜ戦いのクライマックスを見ていなかったのですか。証拠品を提示する。まあ、見ていなかった証拠ないもんな別に。だってなくない。だって他のもの見ていたは違うじゃん。一瞬も目が離せなかったなら。え、どういうことこれ。クライマックスを見ていなかった理由。見ていなかった理由？まあでも刺したからじゃないの。あれでも刺したら見てるか。見ていなかったでも証拠ないもんな別に。いや違うよ、見ていることができなかったって。立ちの瞬間だったわけですからね。絶対失敗じゃん。音楽変わんないもんだって。ちょっと待ってほしい。今までの証言内容から少年は殺人を目撃したと思っていないのは明らかだ。彼はあくまで殿様の戦いを見たつもりでいる。ならば戦いがリアルであるほど余計に目をそらすはずがない。
あ、ダメージ食らわない。いや、証拠品わかんねえもんだって。クライマックスを見ていなかった。でもこうダメージ食らわないんだったらちょっと甘えていい？グラモナイス監督、証拠品があるんです。証拠品ですか？そうです。なぜキュータ君は戦いから目をそらしたか。戦いから目をそらした理由？あ、あれかな、写真確認したとかかな。写真確認したから目をそらすみたいなとこあるかもな。確かに言われてみれば倒してから写真見たみたいな、そういうことかな。もうこれそれしかないよな。いや、これどっち？勝負に勝ったまま全て再撮影収集してある。でもデジタルカメラだけじゃさしてくんないからな、このゲーム。撮影って言葉が入ってる証拠品じゃないと。これ早いかな、でもこれ出すの。出したくないな、こんな早い段階で。あ、こっちかな、でも。あ、もう違うね。はいはい、オッケー、ごめんごめんごめん。はいはいはい、ごめんなさい。ダメージ食らわなくてよかった。カメラじゃないの？そうですよね、そうですよね。その証拠はこれです。何ですか、そのカメラが？どういう？このカメラは最近買ってもらったばかりです。それは知ってます。まだ彼はカメラの扱いに慣れていません。それも分かってます。ああ、キュータ君はトンサマンがとどめを刺す瞬間カメラを見ていたんですよ。もちろん写真を撮るためにね。あ、どうやら図星だったみたいだね。なんなんだよお前、俺をいじめて楽しいのかよ。いじめてるわけじゃないんだけど。よかった、なるほど。キュータ君は嘘をついていた。目の前で父様が戦っていて彼が写真を撮らないなんてありえないものね。はい、いいかい、君が父様の戦いから目をそらした理由はただ一つ、それを写真撮ろうと思ってカメラをいじっていたからだ。買ったばかりでまだ操作に慣れていなかったから、決定的な瞬間を見逃しちゃったんだろう。そうだよ。さあ、ナロログ、この子はまだ何かを隠しているわ。もう一度証言させる。はい、ヒロさん怖い。裁判長、キュータ君にもう一度証言をお願いします。わかりました。ではキュータ君、そのカメラと写真を撮らなかったことについてもう少し詳しく話してもらえるかな。大人の世界は厳しいんだぞ。もうボロボロじゃん。お前の言う通りだよ。父様が悪人の手を振りほどいたから、俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくってちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。おいおいおい、怪しいな、まだ。何かおかしなところはありますか？わかりません。でも尋問はさせてもらいます。どこで終わろうかな。ゆとりだよ。そこまでは見ていたんだ。うん、何か気がついたことはなかった。
いつものトン様とちょっと動きが違ったみたい。動きが違った？まあ、これもまあ別にいいかな。これもあった言わなくてもいいか。レンズが開いたら何が見えたの？倒れた人とトン様。おしまいじゃないだろう。おしまい？そうだよ、写真は撮らなかったんだ。僕だったら写真撮ると思うけどな。この人は本当に写真を撮らなかったんだろうか。キダ君、僕には何もかも分かってるんだよ。君は写真を撮ったはずだ。あ、思った通りか。どうして分かるんだよ。お兄さんにはキュータ君の嘘がみんなわかるんだよ。すげえや。お、なんかいい気持ち。俺、確かに撮ったよ、写真。では、そのように証言を変えてもらいましょうか。少し遅れて何枚か撮ったけど。聞いてみようぜ。データを消した？そうだよ。なんで？大好きな父様が勝負に勝った写真なのに。で、別に撮っておいてもしょうがないだろう。へそを曲げたか。そろそろ矛盾でも叩きつけてやらないとな。こんな短い所に何かおかしなところがあるか。何かあるはず。探り出すな、あの子の本音を。矛盾を突きつけてやるか。栄光の足跡？ついに？カメラを構えたんだけど、いろいろ聞いてみようか。まあまあそうだよな、関係ないよな。一応全部聞いてみようか。お前？なあ。ちょっと、これは関係ない。ごめん。本音。データもう消しちゃった。全て撮影出資だもんな。キュータ君。なんだよ。だからあんたに名前呼ばれるとろくなことがないや。昨日はこれどうもありがとう。君昨日こんなことを言ってたよね。俺、トン様の賞には必ず行くんだよ。でさ、トン様が勝った瞬間をこうして写真撮るのさ。一つ残らず全部写真撮ってるんだぜ、完璧に。いいかい。もしトン様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。このアルバムに飾らなければならないからね。ああ。エゴディ、そのアルバム何ですか？俺は栄光の足跡と言って、恥ずかしい、やめて。俺が栄光の足跡の持ち主だったら恥ずかしいからやめて。キュータ君がトン様の写真を撮って集めたものです。これまでのトン様の勝利のシーンが全て撮影されている。ははあ。しかし事件当日のトン様の写真はこのアルバムにはない。まあショッキングだったんじゃないの。静粛に。なるほど君、それはなぜでしょう。トン様が誰かをやっつけたのならば、そのアルバムに写真がなければおかしい。その通りです。なぜかって言われても、なんで俺に聞くの。なぜかって、やばい、ちょっとお腹すいた。なるほど君、どうやら私たちはたどり着いたみたいで。
とんでもない真相に。ジロさん、じゃあやっぱり…そう、あたが考えていること、それは多分正しいわ。何？何考えてんの？なるほど、何に気づいたの？おしゃれであげなさい、裁判長に真相をね。え？なぜ事件当時の写真がないのですか？ああ、なるほどね。勝たなかった。いや、これじゃないでも待って、うまく撮れなかった。なんかそんな可愛い理由じゃないでしょ。一回終わろうか。ちょ、一回終わろうか。ちょっと時間が結構あれだわ。いや、ここ走り抜けたいか。ここ走り抜けて終わろうか。ごめん、ちょっと長くなっちゃうかも。理由は一つしか考えられません。殿様は勝たなかった。だから九太くんは写真のデータを消したんです。殿様が負けた？そうなんだろ、九太くん。殿様本当は悪人にやられちゃったんじゃないか。何言ってんだ。殿様負けないんだ。絶対。誰にも負けたりなんかするもんか。裁判長。今の九太くんの言葉が全てを物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、九太くんにとって殿様は絶対負けてはならなかった。あー、殿様が勝ったから写真を撮ろうとした。でもそこで写真を撮らなかったということは、殿様がニボサブさんじゃなかったってことかな。ニボサブさんがあの殿様ん中で顔出ししてたかって言われたらちょっと曖昧だけど、そっか、殿様が勝ったから写真撮ろうと思ったけど、殿様が脱いだらニボサブじゃなかった、そういうことか。とんでもないシーンを目撃してしまったのです。そう、殿様が戦いに敗れるシーン、いや違うな。あ、完全に嘘だっただけか。じゃあ戦いに勝ったっていうのが、キュータ君はそれを認めるわけにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。正式に どうなんですか、証人九太くん、あなたは一体何を見たんですか。さあ、これ抜けたら終わろう。九太、終わるか。まあまあまあ、ちょっとキリがいいしね。で、コード終わるわ。じゃあ、あざした。